はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。影の鳥でめちゃくちゃ楽しんでます。初日のね、感想とかいろいろお伝えしていきたいんですけども、本日お伝えする内容は、初日の感想ですね。そして900レベルまでの近道、そしてストーリーを進めていく上で僕がちょっと注意したこと、気づいたところですね。しばらく進めていくと、おそらくこちらにある虚無のエッセンスっていうのを拾って、この静寂っていうスナイパーライフルをゲットできる、クエストアイテムをゲットできるんですけども、こちらに必要なこの角付きリースですね、こちらのアイテムをゲットできる場所ですね。これちょっと難しい場所にあるんで、こちらのゲットの仕方、そこら辺をね紹介していきたいと思います。なので初見プラス最初のちょっとした攻略みたいな感じで、お伝えしていこうと思います。で、お話をする前に、これツイッターでツイートしたね、玉兎のフィギュアはここにあります。めっちゃ可愛いっすねこれ。はい、ここに埋まっております。で、玉兎のねマークまでついてるね、ここに。はい、超可愛いですね。玉兎専用室みたいになってますけども、これどこにあるかっていうと、エリスモーンのすぐ近くにあります。はい、ここ出ると出て上の方にエリスモーンがいますんで、ぜひ暇な人は見に来てみてください。そうだね、まず初見の感想なんですけども、いや、めちゃくちゃ面白いですね。本当にね、ストーリー面白いね。本当にね、苦に感じるプロセスっていうの、これやんなきゃいけないっていうのは全然なくて、で、なおかつストーリーが終わった後にまたいっぺんにね、たくさんのものが解放されて、やること盛りだくさんって感じで、すごいね、バランスがいい内容だなって思いました。はい。で、まずは900までの近道、お伝えしていきたいと思います。僕がやったこととしては、印とクルーシブルですね。印をたくさん持っている方、クルーシブルの印をたくさん持っている方、僕は7000ぐらい持ってたんですけども、だいたい3000ぐらい使うことで、シャクス教にね、貢ぐことで、だいたい3000ぐらい貢いだら50ぐらい上がるイメージですね。運が悪かったらもうちょっと下がるかもしれないけど、その部位が重なったりするから、本当に運の部分はあるんですけども、だいたい3000個印を使ったら、パワーレベル50ぐらい上がったイメージでした。で、最初印でもう900まで上げようと思ったんだけど、ちょっと途中でもう印結構消費してたんで、他に方法ないかちょっと試してたんですよね。それでいろいろ試したんですけども、公開イベントでレア装備ゲットして、それで上げるっていう方法もあったんだけど、どっちかというと、クルーシブルがすごい、いいレアが、出てましたね。毎回だいたい3つぐらい、出るんで、しかもランクアップ、冬ランクのランクアップでもね、アイテムもらえるんで、かなり速いスピードで上がってたと思います。なんで、印がない人は絶対クルーシブルでやった方が、早いと思う。なので、ぜひね、クイックとか、行ってみてください。3つね、レアがドロップするっていうのは結構でかいんで。で、これはもちろん900までの話なんですけども、で、これストーリー進めていくと、今お見せしますけれども、こちらにある、このドリームシリーズですね。これ、ドリームベインのフードとか、ウォーロックとタイタンは分かんないけど、こういう、ストーリーの中でこれらの装備が必要になってくるんですけども、こちらは実は860マックスでしかドロップしないので、そんなにね、ここの部分のストーリーを進めるときに神経質になる必要はないです。でも大体だから、900近辺まで行ってれば、ストーリーを進めていいかなって思いますね。できればこういうね、シーズンランクのこういうレジェンダリーとかも、900以降でもらった方がいいとは思うんですけどね。900オーバーいけるんで。だからできればストーリー終わらせる前に900ぐらい、900は行っといた方がいいかもしれません。初週レイドとか、チャレンジする方はそっちの方がいいと思います。900に行ったら、プライムエングラムがドロップし始めます。で、結構ドロップはしてましたね。3つぐらいドロップしたかな。なんで、レベル上げる上ではやっぱりね、クルーシブルの印とクルーシブル。これが結構ね、効率いいと思いました。もちろん、他の人もいろんなやり方があると思うんですけども。で、次に話していくのが、おそらくみんなね、ぶち当たる壁なんですけども、こちらのクエストアイテムの虚無のエッセンスですね。虚無のエッセンスでもらえるこのスナイパーライフ静寂なんですけども、アクティビティは別にそんなに難しくないですよ。失われたセクターとか公開イベントやればいいんで。で、スナイパーライフルのキルもそんなに難しくない。でもこの角付きリースっていうのを見つけるのがちょっと大変です。なんで、それを、見つける方法だけね、最後お伝えしていきたいと思います。で、ちなみにストーリーが終わった後に、イコラからエキゾチックがもらえるんですね。ハンターの場合はこちらの、暗殺者のフードがもらえるんですけども、僕は900オーバーだったんで、906で、もらうことができました。だからこれをもらうときには900オーバーでいた方がいいかなって思います。はい。で、もう一個注意点が、この僕誘導尋問毎シーズンからずっと取ってないで、ザバラのところに置いといたんだけど、結局やっぱりマックスは900でした。これ以上は今シーズン以前の最高補武器に関しては、900がマックスでしたね。
で、あとはそうですね、だからエキゾチックを最後にこれからもらうよっていうことだけ頭に入れとけばいいと思います。で、それでは最後に、この角付きリースの場所、お伝えしながら、お別れしていきたいと思います。本当にね、デスニー2影の砦、今のところかなり、いい感じですね。めっちゃ面白いです。ストーリーの方もね、なかなかいい展開だったんで、ぜひ皆さんのね、感想も教えてください。もう一個言うの忘れてたわ。この、わさびみたいな、この、なんだろう。このわさびみたいなエンチャントテーブルなんですけど、こっちからもらえるバウンティーを、完了した時に、他のエッセンスももらうことができました。例えばこっちの、強欲のエッセンスかな。これ大記録っていう、まあ、マシンガンですね。マシンガンをゲットできる、強欲のエッセンスを、もらうことができました。これは確定なのか、ランダムなのか分かんないんだけど、フレンドさんもこれ出てたんで、おそらく確定の可能性あると思います。で、耳障りの子守唄に関しては、これはね、エリスモンからストーリーラインを全部クリアした後、ストーリーを全部クリアした後にもらうことができます。この非道のエッセンスね。これもね、司令術の鎖っていうのが必要なんですけども、これはね、次回、明日の動画とかで出そうかなと思ってます。まだ僕はこれ撮ってないんで。はい。これも同じように、武器パーツですね。ちょっと難しいところにあるんで、それは明日の動画でお伝えしたいと思います。はい。今日はまずはね、角付きリースの取り方をお見せしたいと思います。まずはこのサンクチュアリーから、こちらのね、悲哀の、港に飛びます。そして、このヘルマウスの地下に行くんですね。ヘルマウスの地下に行くんで、ここですね。ここら辺に行きます。まずここに飛びます。悲哀の港に飛びます。はい。で、着いたら、さっきポイントした方に行くんで、こっち方向ですね。こっち方向に飛んでって、ここに行きます。はい。よっと。ウィーンと行きます。ちなみになんかそのログイン問題が今発生してるんですけども、どうやらね、日本語の、クランタグとクラン説明文があったら、そういうなんかログインできないエラーが起きているらしいので、そちらの方ね、クラマスの方ぜひチェックしてみてください。僕のねツイッターの方でもツイートしてますんで、ぜひ、見てみてください。はい、こっちっすね。はい、こういって、はい、降りていきます。はい、着きましたね。ここ多分ね、ストーリーミッションでもここ来るんだけど、まあ、入り口的には今マップで見せるけど、ここですね。はい、ここに入っていきます。名前はヘルマウスですね。まあ D1 からやってる人すごい懐かしいと思うんだけどね、ここ。はい、そしてゲートハウスに移ります。ここからゲートハウスで、ゲートハウスに入ると、まあここね、結構ね、みんな知ってる場所だと思うんだけど、ここを通り抜けます。で、ここ左に曲がって、で、ここね、おなじみここね、右に曲がって、もっと深いところに行きます。どんどん下に行きます。ここはまだね、場所はゲートハウスですね。同じです。まっすぐ行って、ここもね、通り抜けていきます。はい、これは一本道ですね。で、左に曲がって、もっと下に行きます。ここ基本的にそんなに道に迷うことはないですね。はい、サークルオブボーンズに来ました。で、ここに来たら、右の方に曲がっていきます。で、ここは閉まってるんで、この赤いところですね、ここ入っていきます。そして、そのまままっすぐこのね、なんかシャンデリアみたいなところを通っていって、はい、もっと深く奥深くに行きます。どんどん下に行くイメージですね。はい、はい、ここワールドグレーブに来ました。で、ワールドグレーブに来たら、ここまっすぐ行くんだけど、このね、ウィザードがいるところを無視して、右に曲がります。で、ここね、反対側にもドアがあるんだけど、こっちが右側のドアですね。すんごい、暗い道ですね。これなんか柱みたいなのがあって、めっちゃ怖い道を通っていきます。で、あとはね、ずっとまっすぐ行くだけですね。一本道なんでずーっと行くだけです。
はい。本当に D1 って感じだよね、ここ。そのまんま。やっぱりね、あの、オープニングの、その、テーマも、そうなんだけど、めっちゃ怖いね、雰囲気、醸し出してますね。僕結構これ好きです。はい。めちゃくちゃ、自分が好きなスタイルなんで、本当にザ・デスニーって感じでね、今回は。非常に楽しんでます。はい、これそのまま真っ直ぐ行きますね。ここ。で、ずっと真っ直ぐ、ずっと真っ直ぐです。ここもね、見覚えあるよね。はい、全部無視していきます。要はね、D1 だったら、クロタの魂が、なんか、なんだっけな、クリスタルの中に入ってるやつ。あそこですね。で、盗んで逃げ出すところかな、確か。うん。はい、ここをまっすぐ行って、このね、おなじみのこのなんか、特殊な建造物があって、もっと奥に行きます。はい、ここはね、夜の間っていう場所に変わってますね。これが夜の間です。で、夜の間の一番奥の方に、この、角付きリース角付きリースがあります。はい、ここ奥行くと、あいつがいます。目安はね、あいつですね。この、すごい強そうな角が生えたオーガみたいなやつがいるんですけども。まあ、別に倒さなくていいのかな。でもまあ一応倒した方がいいとは思うけど。はい。倒しましたが、まあ大したものは落としませんでしたね。まあ宝箱1個出て、回収したら、はい。こういう風にパワーイポンと幻影の破片が出ましたね。はい。まあ幻影の破片一応ね、そのエリスモーの装備とかを掘る場合に結構大事になってくるんで、まあ集めておいた方がいいですね。はい。で、ここにあります。撮った時の動画を流します。あれだ。あれだ。アンストパブルオーガ。角付きリース。ここに角付きリースがありました。ちょっと見ていい？武器パーツを拾う。これだ。取ります。角付きリース。あったあった。これだ。はい、ということでね、いかがでしたでしょうかね。まだ初日なんで、僕またちょっと仮眠取って、また続けて、銀河を救っていこうと思うんですけれども、かなり満足した内容になっていますが、ぜひ皆さんのね、感想もお聞かせください。それではご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。